皆さんこんにちは。木の家専門店谷口工務店の代表の谷口博和です。このチャンネルはこれからの家作りのお役に立てる情報をですね提供していきたいと思っております。そして今日はですね、滋賀県の蒲生郡竜王町にあります本社のモブスクエア内にあるショールームですね、こちらを案内をしたいというふうに思います。外観はですね、見ていただくと黒のね焼き板に押し縁というね、縦に3が入ってますけども、こういうデザインになってます。正面から見ると横長でね、ちょっとこう軒も低いんですよね。プロポーションがすごく良いんですけども、このような感じで、1回見るとちっちゃい差しありますよね。はい、ちっちゃい差しは木製窓をつけると、必ず差しつけないと木製窓結構雨当たるとね悪くなっちゃうんで、ところどころこういうちっちゃい、差しがあります。では入ってみましょうか。はい、いつでも来ていい。水曜日が定休日でして、いつでも入っていただいて結構です。はい、こちら受付の人がおられますから、受付に行っていただければいつでもショールーム内は見学できるということです。では入ります。で、廊下通りまして、はい、こちらが、リビングですね。初めにお客さんが来るとまずここに、ご案内するわけですけども、特徴的なのがですね、この窓ですね。どうぞこちらどうぞ。ここがですね、北の西の角地なんですけど、通常は使い道のない場所だったんですね。で、ここをですね、ちょっと庭とデッキすることによって良い空間ができます。で、ちょっと窓を開けます。もうね、約3メーターの窓丸々1枚になってます。中に入り込むんですね。こうすると、この部屋は10畳ぐらいの部屋ですけども、ここのスペースを合わせるともう20畳以上のね、部屋と一緒のような感覚になるんですね。カメラで今座って撮るのと立って、ちょっともう立ってもですか、はい、立って撮ると全然違いますよね、雰囲気は。これちょっと実際来てもらった方が居心地は分かるんですけど、座った時にどれだけ気持ちいいかというのがポイントになってます。天井もね、これね、実は低いんです。これ私の身長が170なんですけど、手上げてちょっと頑張ると手届きます。はい、これちょっと低いんですね。ですので、この窓と座った時にどういう気持ちいい空間にするかってなった時に、あんまりね高くするとこれ逆に今度ね狭く感じるんです。これぐらいだいたい適してるんですよね。こう一体になってるんで、もうこういうとこも出ていってですね、こういうとこ座ってビール飲んだりこうするわけですね。自宅でもこういう寝室があるとこうやって有効に使えるんですよね。ここでバーベキューしてもいいわけなんで、というふうに、こういうね、うまく寝室を利用するということですよね。ウッドデッキとね、植物ですごくいい空間になるというようなところです。で、こちら西側なんで、今は朝のですね、10時半なんですけど、昼から2時3時になると、この西日が今度バーッときます。で、その時は、この格子ですね。はい、これで一気に影になって、部屋の中もちょっといい感じになりますよね。向こうからはこっち見えないけど、こっちからは見えるという、ちょっと格子が斜めになっていることでね、そういうことになっています。いろんな楽しみ方があるんですけど、障子があります。これをね、夕方閉めると、これちょっと今は分かりませんけど、向こうの木が西日で影になって木が映るんですよね。これまたいい感じなんです。で、同じ空間、同じ場所でいろんな楽しみ方がね、できると。今ちょっと真夏、今日は8月の2日なので、真夏なんでこう開けることないですけどね、春と秋はこう開けるとすごい気持ちいい。こんだけの開口をするってことは、こんだけの壁がいるということになるので、結構設計難しいんですよね。西側って普通あんまり窓つけないんですけど、こういう使い方をするっていうのはね、設計の工夫でできるわけです。で、結構意外とこれね、設計がうまくないとできないんですね。あとですね、特徴としましては、この床は見てください。これは杉材という材料で、ちょっと柔らかいんですね。よく見ると気づいてますよね。これはね、すごく柔らかい木なんで、足触りとかいいんですけども、結構気づきやすいですね。奈良とか広葉樹とかあるんですけど、固めの木の方が適してますけどね。実際これも見に来ていただいてね、実際こんだけ基礎がいくんだよっていうことは、分かってもらってもいいかな。これは家具を置いてしまうとどうしても家具の足でね、へこみます。でもこれはぬるま湯をですね、雑巾に浸してもらって、ブチュッとこう、濡らしていただくと、多少は戻ります。戻ってまたペーパーかければ綺麗になるんですけど、家具を置くってことは基本的にはちょっと傷がいく可能性
能性高いということですね。まあ、これ杉材使ってますけどね、はい。まあ、ショールーム行くといろんな材料をね、こうあの肌で感じてもらえることができますよね。エアコンですね。もう今ついてるんで、エアコン使わないときはこれを閉めると、まあ、エアコンって結構見た目がね、どうしてもいきなりプラスチック系のものが出てくるんで、まあ、隠すときれいになりますね。まあ、使うときはまあ開けると、はい、いうことですね。まあ、あとこう棚もねたくさんありますけども、あんまりこう棚っていっぱいにしてしまうと実は見た目が悪くなっちゃうというかね、空間的になんで、まあ上手に開けながらね、もっと本当開けてもいいぐらいですけど、まあ、こういう棚もねうまくあの綺麗に飾っていけばいい空間になりますよね。薪ストーブですね。この建物は全部で300平米ぐらいありますけども、まあ、今度もう2台ありますけど、2台でもほぼ全てポカポカになりますね。まあ、こちらは一応住宅で言うたら食堂という、まあ、ダイニングというふうに呼んでますけども、まあ、ここも窓のね前に円卓を置いてね、まあ、この円卓って非常に、いいもんで、まあ、4人で座れるんですけども、あの友達来たらこうもう一個室置いたら全部で8人座れる円卓は非常にいいんですよね。なんでまたこの窓がね、こう後ろに、ね、家があるんですけど、この前に木を植えといて、で木があるこういう空間を作ることでね。でこっちの下の窓ですね、これ地窓って言いますけども、これもですね向こう駐車場が見えるんで目線が気になるんですけど、下だけにしとくと全然気にならないですよね。で明かりも入るし、こう広がりをすごい感じるんですよね。結構ね窓の付け方としてこういうふうに面をね、目線っていうのを気をつけてつけると非常にいい空間ができますよね。これなかったらもう本当にただの狭い部屋みたいな感じですよね。秋とか春はまた開けるとすごい風が通って気持ちがいいんですよね。窓フルオープンできます。よいしょ。まあここでねこうやって、まあ、こんな感じでくつろげるわけですね。で、こっちもコンクリートに、コンクリートの塀にですね、この背もたれとねこう足を出すことによってこうベンチなんです。はい、こうやってくつろげます。ちょっとこう暑いんでこう日陰に行くと、まあ、スタバみたいなもんですよね。スタバこれありますよね。いてる人は気持ちがいいですよね。はい。という感じですね。はい。これは、天井、思いっきり低いですよね。で、なんでこんな低くしてるんだという話なんですけど、裏階段なんです。階段って、こう、周り階段になってるんで、そこ、天井低いですよね。ここを利用して、ここは子供の遊べる、キッズスペース。はい、してるわけですね。ここで、こう、積み木で遊んだりとか。ですね、こうしたりするわけですね。子供にはね、この人やってましたね、破壊とか言ってね。よいしょ、やりました。はい、この階段結構ね、階段下っていうのも物置するケースもあるんですけど、こうすると意外とね落ち着くんです。人っていうのは実はね狭くて暗いとこすごく好きなんです。はい、もう圧迫されてるこういうところですっごい落ち着きます。なぜかというと、はい、赤ちゃんお腹の中にいますよね。すごくこう包まれてるっていうのはなんか気持ちがいいらしいですね。で現実なんかあの昔よく私も押し入れで困ったこと記憶ありますけど、押し入れなんか気持ちいいんですよね。暗くって何でしょうかね、子供よくそこ入って遊びますけど、実はお腹の中にいる時の感覚があるという、守られてるというかね、これすごくいいです。こういうデッドスペースをうまく利用すると一人になれる世界ね作れます。たまにねやっぱり一人になりたいないうことあると思うんで、そういう時にね、ここは床下なんでちょっと一段下げてね、高さも気持ち確保してますね。キッチン行きましょう。こちらどうぞ。裏動線ですけども、まああの L 型ですよね。はい、まあシンプルに L 型で、この棚も引き戸にすることによってね、まあ開けやすいと、作業しないと後ろ下がらんでいいから、高さも低いですよね。意外と棚ってこんなとこありますけど、結構まあ女性のね、あのまあ合わせてちょっと低めにしとけば使いやすいですね。この建物もあの表動線裏動線ということで、はい、あの2つあるわけですよね。まあお客さんが通る場所、はい、これはまあ私の家もそうでしたけども、裏はこれお手洗いとかね、はい、あるわけですけども、でこっちが先ほど通りました表動線ですね。で、まあ、お客さんとね自分らプライベートこう分けて通ることができると、これはもう住宅でもそうですよね。こう二次動線あるとすごく使い勝手がいいということです。これもやっぱり窓って非常に重要なんで、
見ていただくと、これ、まあ、座った時の景色ですよね。はい、はい、まあ、これ向こうコンクリートの壁に植物が埋まっているんで綺麗ですね。これちょっと開けてしまうとですね、よ、隣が、はい、見えます。こうするとちょっと落ち着かないですよね、急にお隣さんがとなってしまうんで、もう日常が見えるとちょっと辛いですよね。まあ、これも上手にこのねブラインドを利用してしとくとすごく落ち着くんですよね。よいしょ。でこの窓はまだ変わってましてね、こういうふうに下からね、はい、開けるスペースがない場合とか、これ横ね向こうまでここ壁があるんでできないんですけど、はい、まあ、この窓とあと換気するため、うん、はい、ということですね。この窓を窓拭きどうするのと思いますよね。これはですね、実はよっこらせと、こうしてよいしょ、こうよいしょ、こうするとこう拭ける。そんな開くんですか。はい、はい、こんな感じで拭けるとこうなってますね。でこちらはこちらも2畳のね、ちょっとでもこうスペースがあると2畳の部屋を作ってます。これも子供の遊び部屋ですよね。こういう2畳でもやっぱりこういうね窓あるだけで全然違いますよね。広がり感じます。はい、意外とね住宅ってなかなかやっぱ広い家って建てれないんで、ちょっとこの2畳っていうのをうまく有効に使えるとね、さっきみたいに階段の下もそうだし、まあ、楽しい家ができます。ちなみに、はい、2個並べてるのってなんかポイントだったんですか。これやっぱり真ん中に1個ポンとあるよりもこっちにある方がなんか光のこれもグラデーションですよね。真ん中ポツンよりもあちこちこう光源ある方が、ね、綺麗ですよね。ここは土間になってるんです。土間だけど上履きなんですけど、ここはまあなんでこれ石にしてるのかというと、外と中をね一体の空間にすると、曖昧なね場所を作ると空間が豊かになるんですよね。はい、こっちはもう外ですけど、ここから中と、でまあ、サッシも続いていて中か外か曖昧ですよね。あえてこういう空間を作っているということになります。ここはねブラインドやったんですけど、カーテンバージョンもあるんですね。よし、これもオーガニックのねこのカーテン、これも取り扱ってますけどね。カーテンするとまた雰囲気ちゃいますよね、柔らかい感じで。まあ、カーテンお好きな方も当然おられますので、ここはつながりというね場所、まあ、空間ですよね。はい、ここはまああと薪ストーブもう一個あるんで、こういうねスペースでくつろぐことができるということですね。でこの上ちょっとした工夫ですけど空いてます。これすごく、ま、薪ストーブするとぶわーっもう熱くなるんですよね。でこれ開けとくと、まあ、ここから一応あったかい空気流れていくんで、はい、いうのと、まあ、やっぱりちょっとでも開口あると部屋の広がりがね出てきますよね。何もないようにね、よしよしよ、こういうね場所があります。でこれ、まあ、よくやるんですけど手すりですよね。はい、まあアクセントにもなるし、靴履くときもこう握ってるとね、この壁もですね綺麗に見せるために、本当はこれ扉来たらここに木の枠が入るんですけど、この木のね戸当たりっていうんですけどね、はい、これでしまうと、はい、こうすると壁も傷まなくて綺麗に収まるんですね。はい、こういうちょっとした工夫すると綺麗ですよね。ということで今日はですね、竜王本社ショールームの中ですね、まあ、窓とかやっぱり大きい空間取れたので、いろんな事例が、まあ、うまくできるようにですね配置もしましたんで、はい、窓っていうのはやっぱりね非常に使い方によってすごく家は良くなるというのが分かりやすい場所になっております。お役に立ったという方はですね、いいね、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。ぜひね、この空間を体験したいという方はぜひお越しください。はい、ありがとうございました。はい、結構ね、これ私も楽したまにね、たまに一人になりたいところで積み木やってます。